日本共産党の高橋静子です。大臣、今日一日ご苦労様でございました。最初に薬事法の関連で何といっても一番期待をされていた問題でありますけれども、薬害肝炎検証再発防止委員会最終提言により独立性のある第三者監視評価組織が本法案に盛り込まれることが、期待をされていたわけですけれども、なぜ盛り込まれなかったのか、また議員連盟の一員としても積極的に発言をされてきた大臣でありますから、質問をしたこともありますけれども、改めてその必要性について大臣の認識を伺いたいと思います。田村厚生労働大臣。午前中にも質問のあった案件でございます。今も委員からお話がありましたとおりですね、この第三者組織というものを作った上で、薬事行政をですね、やはりしっかりと評価監視するということが必要ではないか。で、一方で、今回薬事法改正、また再生医療安全性の確保法案、これを出すにあたってですね、どちらかというと、もちろん安全性、これしっかり確保をする法律にもなっているんですが、一方で実用化を進めていこうというような分野の法改正も入っております。また法律でもございます。ですから一方でこの今までの薬害等々に反省する中においてですね、第三者組織を作って薬事行政に対する一定のチェックを果たしていただくという、そういうような意味合いは大きいのではないか、そんな思いを持って私も議員連盟の一員として確保でこれを実現する、いや途中は議員立法という話もありましたけれども、やはり原告団の皆様方がこれは政府が出してもらいたいんだというような、そのような強い思いを我々も受けてですね、これを実現に向かって動いてきたわけでありますが、立場が変わりまして、我々が与党になり、私がこうやって大臣を担当するにあたって、本年の早々にですね、新型肝炎の原告団の皆様方がお越しをいただいたときに、これをなんとか確保で実現をしたい、大臣協力をというお話の中で問題点もいくつか挙げました。しかしそれをなんとか乗り越える方法をお互いに考えていきましょうということで、その後また議員連盟にお力をお貸しをいただいて、話し合いをしておったわけでありますけれども、残念ながらですね、いくつかの点で折り合いがつかずということでですね、確保を断念をせざるを得ない。大きな問題点はそれはやはり独立性という問題でありまして、厚生労働省からの独立性という話になりますと、厚生労働省内には作れないという話になればですね、これは厚生労働省の担当で外れるわけでございますから、また違ったいろんな議論をしなければならないと、こういう苦しい思いもあったわけであります。で、断念ということであって非常に残念であったわけでありまして、先般の通常国会、皆様方議員連盟の方々にもですね、大変ご迷惑もおかけをしたわけでありますが、その後ですね、大臣協議で新型肝炎の原告団弁護団の皆様方とお話をする中において、いくつか今回断念をせざるを得なかった理由を述べさせていただきましたら、それはそれとしていくつかの誤解点お互いにあったねというようなお話の中で、さらにまた再び確保に向かってチャレンジをする、そんな努力をしようということに至ったわけでございます。そのような意味からいたしますと、確かにまだ乗り越えなければいけないハードルはあろうと思いますけれども、私もですね、できる限りの努力はしてまいりたい、このような思いでございます。高橋静子君。ちょっと答弁が長すぎ、最終的にはチャレンジするということだったと思うんですが、今回の薬事法でですね、そもそも名前も変わるわけですけれども、その中で国や都道府県や、あるいは医薬品関連業者、国民というところもあるんですけれども、それぞれの責務が新設された、その趣旨を改めてお話しいただき、赤石厚生労働大臣政務官。質問ありがとうございました。同じふるさとの人間としていつも頼もしく思っております。私もこの肝炎については最初にオーストラリア抗原って
という検査だったんですね。まだあの HB とか HC とか HE とかそういうことがない時代から検査をしてまして、まあ本当そういう意味では大変な思いがあるわけでありまして、こういうことが起こったということも大変残念なことだと思っています。でその上で今質問ありました関係者の責務の問題については、国、地方自治体、事業者の責務というものを、まあ、明らかにして現在あるわけですけれども、国の役割としてはこの保健衛生上の危害の発生及び防止等に関する施策の策定実施、地方自治体主としては地域の状況に応じた施策を策定実施すると、関連事業者においては相互間の情報交換その他の必要な措置を講ずる、また医療関係者特に医薬品等の適正な使用に関する知識と理解を深めるとともに患者等に対して正確かつ適切な情報提供を努める、国民の役割としては医薬品の適正な使用有効性および安全性に関する知識と理解を求めるように努力をすると、まあ、このような責務になっております。以上です。高橋静子君。政務官ありがとうございます。ただ今おっしゃったのは読めばわかることで、責務が新設された趣旨を聞いております、ね、そういうことなんです。なぜわざわざあえてこういうね責務を変えたのか、長い長い薬事法の歴史の中であえて今回この国の責務に踏み込んだんだと、そういう立場で今回ね変わるべきものがあったんじゃないかということで確認をさせていただきました。ちょっと時間がないので次のところでもう一回このことで触れたいと思うんですけれど、まあ、スモン、サリドマイド、肝炎、HIV などそれぞれ私も質問してきたことあるんですけれども、まあ、薬害の発生が薬事法の改正につながり、まさにこう戦いの中でね規制が強化される、まあ、そういう歴史をこうずっと歩んできたわけですよね。だけど今回はまあ、ある意味規制緩和のものを持っている、医療機器の外部委託ですとかね、再生加工品再生医療加工品の外部委託ですとか、そういうこう規制緩和に踏み切るものなわけですよね。だからこそ一層第三者機関単に薬害肝炎のね報告があったからという、まあ、それ自体が大きなものですけれども、改めてこうねこう歴史をまた前に戻して規制緩和に踏み切るという点でも第三者の監視評価組織の必要性が増すと思うんですね、まあ、その認識はよろしいですよね。大臣もう一回。田村厚生労働大臣。第三者機関というものをなんとか実現をしたいという思いもですね、先ほど委員がおっしゃった通り、今般の薬事法改正また再生医療新法がですね実用化という部分で、まあ、内容的に盛り込んでいる部分もございますから、そういう意味ではやはりしっかりと我々が今まで薬害というものをいろいろと引き起こしてきたことの反省に立ってですね、バランスをしっかり取るためにもそのような方向というものが必要であるのではないのかということで議論をしてきたという流れがあるわけでございます。高橋静子君。よろしくお願いいたします。そこでですね、まあ、本法案では医薬品医療機器及び再生医療等製品の添付文書案の届出を求めております。でこれも実は先ほど紹介した薬害肝炎の検証再発防止委員会の最終提言にもありますし、でこれを踏まえて取りまとめた、厚生科学審議会、薬品等制度改正検討部会の薬事法等制度改正についての取りまとめの中で添付文書の、ね、中身についてまとめているわけですよね。でだけど そこから言うとだいぶこう、ちょっと足りない、欧米並みに承認制度にしてもよかったのではないか、またそこで期待をされていた国の是正権限これが強化されるのかいかがでしょうか。今別府医薬職員局長。今先生ご紹介をされました審議会の議論の中で、添付文書を承認制度の対象にしてはどうかという議論がございました。ただその中では、承認審査の対象にしてしまいますとやはり承認審査に一定の時間がかかりますので、リスクに柔軟かつ臨機応変に対応ができない恐れがあるのではないかとか、
あるいは現場の医師は使用上の注意以外の使用方法では使用しないというような萎縮が起こってしまうのではないかというような議論が出たというふうに聞いております。一方、届出制であっても、今ご紹介のありました国が改善命令を出す権限が明確であれば、承認と国の責任という意味では大きな違いがないのではないかという観点から、届出制ということにさせていただいております。今申しましたように、国の改善命令、これは実は今でも改善命令かけられるわけであります。したがって現行の規定で必要な改善命令はかけられるということで、今回特にこの規定について強化というような措置は取っておりません。はい、高橋静子君。やはりこれを聞いた趣旨がね、さっき聞いたように薬事法の中にあえて国や関連業者の、ね、責務を書いたと、そこにこうやっぱりそこのこう立場に立ってもっと踏み込むべきではなかったかなということを指摘をさせていただいたわけです。でこの問題はもう多分ずっとこう議論をされてきた問題であって、まあ、1979年5月9日社会労働委員会ですね、当時はの質疑の中でこんなやり取りがございました。添付文書の記載事項の承認についてなんですが、当時社会党の川本利美委員の質問なんですけれども、まあ、中野役務局長がこう言ってんですね、まあ、添付文書の記載事項が非常に重大なものであることは、まあ、その通り認める言ってる。だけど記載事項が極めて時々刻々に変化するものだ、だから承認によって固定化してはむしろ適さないというふうに言ってるんですね。でだからそれで済む話じゃなくて、で続けてこの通り刻々変化する情勢に応じて国が迅速にモニタリングをして記載事項の変更を求めるのだということを言ってるわけですよ。つまりもう一旦ね固定化しちゃったら実際にはもうそぐわないことが出てくるから、それをこう国が追っかけていくんだって言って、追っかけていくんだったらとてもいいことなんですよ、ね、そういう立場にもなっていないからこそいろんな事件があったじゃないかということを言いたいんですよね。でだからさっきように時間がかかるんだとか萎縮するんだっていうことで終わるわけにはいかないんですね。政府のこれまでの歴史的な答弁から見てもきちんと認めるべきだと思いますが、もう一度お願いします。今別府医薬食品局長。今回の改正ももちろん改定、届出、添付文書を改定するたびに実質的には PMDA を通じてでありますけれども把握をするということになっておりますので、当時の時々刻々変化する状況をきちんと把握をしていくという姿勢には変わりはございません。はい、以上。高橋静子君。変わりがありませんという答弁でありました。しかしこの1979年からもうずっと長い間いろんなことがあって、ソリブジンとかイデッサとか薬害肝炎とか、やっぱり添付文書のね評価が問われる事件が続いたわけです。でそうしたことの教訓に立って指摘をしておりますので、重ねてね、だったら臨機応変にやってよと、モニタリングきちっとやってよということを重ねて指摘をしたいと思います。で次に再生医療安全確保法案並びに薬事法の再生医療製品等に関する規定について質問していきたいと思うんですが、再生医療については通常国会で議員立法により基本法が成立した、その際に私たちは患者や関係者の熱い期待があるということ、また同時に理念を明確にして、まあ、現在自由診療で特に法規制がない状態、これを早く改善すべきだ、そういう立場から賛成をいたしました。まあ、言ってみれば本法案はその具体化でもありますから必要な法案だと認識をしております。そこで伺いますけれども、まず、今日の午前最初 の大串委員の質問で資料も出されていたわけですけれども、ただこの再生医療が日本最高戦略の中に位置づけられて、再生医療の実現化ハイウェイ構想にこう位置づけられているわけですよね。でこの中身について、まずその狙いとかスキームですね、端的にご報告お願いします。原一成局長。再生医療の実現化ハイウェイ構想についてお答えいたします。
先ほど委員ご指摘のように、再生医療の実現を待ち望んでおられる患者さんもたくさんおられる、このために再生医療の迅速な実現をしていく必要があると考えております。そのためには基礎から臨床段階まで切れ目なく一貫した支援を行うことが重要であると認識しております。このため、厚生労働省はじめ文部科学省、経済産業省と連携いたしまして、この再生医療の実現化ハイウェイ構想を打ち出しております。具体的には文部科学省では再生医療のいち早い実現を目指した強力な基礎研究の推進、厚生労働省ではその基礎研究の成果を受けて臨床研究に移行するための支援、また経済産業省ではこの再生医療の実用化や幹細胞による創薬支援の実用化を支える産業基盤の構築を担当することとしておりまして、それぞれの取り組みを進めているところでございます。高橋静子君。それぞれの取り組みといっても、それぞれの思惑でね、やるわけにはいかないですよね。当たり前じゃないですか。で、このハイウェイ構想には、概算要求額、来年度164億円なんですけれども、指標としてですね、2020年、ちょうどオリンピックの年でありますけれども、1900億円、これは医療の世界では950億円、そして、培養装置ですとか、いろんなこの周辺産業が950億円、合わせて1900億円の、市場を見込んでいらっしゃいます。そして2030年には1兆5500億円の市場を目指す。まさしくハイウェイというか、リニアの世界に近いのかなと思うわけですが、経産省は、国内外の再生医療の将来市場規模予測を2020年は950億円なんですが、2030年は1兆円、2050年は2兆5000億円と描いております。で、細胞シートなどやインキュベーターなどの培養解析に関わる周辺機器での成長を期待をしている。そして当然のことながら、こういう環境が整ってくることによって、例えば30日の日経、大日本住友製薬が再生医療の実用化研究に乗り出すというふうな報道がありました。つまり今まではベンチャー企業の細々とした市場にあったのが、本法案の成立、あるいは政府が位置づけたということで、一気に大手企業 の参入が進むという環境がある。それは国内だけではないという状況が生まれているわけです。そこで大臣の認識を伺いたいなと思うんですが、再生医療はまだ未知の分野であります。私もこの8月に、委員会の視察の一員として、デンマーク、イギリス、フランスを訪問して、セルバンクなども見せていただいたわけですけれども、ここでの主役はまだ ES 細胞だったわけですよね。ですから臨床 の症例などというのはまだまだ世界でもわずかであります。で、そこを一気に日本が踊り出ようという、そういう計画になっているわけですから、そこに歪みがないはずはないと思うんですが、率直に大臣に認識を伺いたいということと、それぞれが一番重点化したいところ別なのよというわけにはいかないわけですよ。ですから重点化をして一点突破、例えば山中教授がおっしゃってるね、積損、例えば積損頑張りたいという、そういう実用化一番近いところにうんと重点化をしていくのか、あるいはそれぞれの病院で認定委員会を設けます、広く浅くうんとあちこちから可能性を目指すようなふうになっていくのか、そこのね、なんていうか狙いですかね、進め方、どのように考えていらっしゃいますか。赤石厚生労働大臣政務官。今委員のご指摘のように、この再生医療については iPS 細胞だけではなくて、さまざまな多様な細胞が用いられているわけであります。従いまして厚生労働省としては、文部科学省や経済産業省としっかり連携して、個別の技術の有用性やリスクに応じて今ある基礎研究のシーズを適時適切に臨床研究へ円滑に移行させ、再生医療の実用化を図ることが重要と考えております。まだまだそういう意味では今回の薬事法の改正によってそれが一歩進むということになるだろうというふうに思っております。以上です。高橋静子君。これは大臣に通告してたんですけれども、今政務官がおっしゃったように非常に広い分野であると、再生医療と一口に言ってもですね、
でその中でこんな市場目標を決めて1兆5、ね、5500億円とか市場を決めてやるのにこうそぐわないのではないかという立場で私質問してるんですけれども、そういう中でね、それぞれが経産省はとにかくシート作るよとか文科省は基礎研究ですよって自然発生的ではないでしょ。どこに力入れるんですかと、ね、当然ながら基礎研究の分野大事ですよねということもあるわけですよね。それは厚労省としては出てきたものを粛々とやりますっていうだけでは済まないと思うんですよね。どういうふうにお考えになってますか。田村厚生労働大臣。再生医療に対して非常に期待がかかっている。それは、特に iPS ですよね。今までの人肺性幹細胞というものはなかなか倫理面でクリアできない問題がいろいろある。体制幹細胞に関しては全てのものに変化できうるとはなかなかいかない。そこで iPS 細胞であれば倫理性もクリアできていろんなものに再生といいますか変われるということでありますから、いろんなものに対して iPS 細胞というものは言うなれば効くといいますか、そういうような可能性があるわけであって、でニーズの方としてもですね、難病の方々、積損の方々、いろんな方々含めていろんなニーズもあると。ですから今院はなんかこう狙い撃ちしてどうだというようなことを答えろというような話でありますけれども、厚生労働省としてはですね、やはり臨床研究のところを中心に進んでいく。それはまさに治療だとか診断だとかそういうところに近いところを我が省は受け持つわけであります。そこに対するニーズはいろいろとあります。そしてシーズはシーズでまたいろんなものをシーズとして見つけてこなければならないわけでありまして、そこをうまく融合させていくということ自体が重要であるわけでございまして、そのためのこのハイウェイ構想であるというふうに認識いたしております。高橋千鶴子君。スピードアップの圧力がかかるとね、当然承認も早く、そういう話になってくるわけですね。審査確認、いろんな手続きを早くしてくれと。しかしそれでは安全の問題や単純な話ではないんだよという立場に当然厚労省としては立たなくちゃいけないわけですから、それでこう一兆いくらというお金がね、まず先に目標が先にあって、そこに一路進むんだってわけにはいかないでしょという立場で指摘をしているわけなんですね。そこがね、ちょっとなかなかお答えづらいことかもしれませんけれども、で薬事法にね位置づけるのに、再生医療等製品のみ承認のプロセスが違う。これもですから言ってみればそのスピードアップの圧力の中で起きてきたことではないかと思いますけれども、それはやっぱりおかしくないでしょうか。赤石厚生労働大臣政務官。この再生医療というのは今委員がおっしゃるように非常に難しいテクノロジーだと思います。そのためには非常に慎重にならざるを得ないというところがあって、で今までとにかく薬事法の中ではこの再生医療という治療があるいは研究がなかなかできにくい環境だったわけでありまして、そういう意味ではこの今回新しい薬事法を作ることによってこの再生医療というのは一歩前進するのではないかと、そういう意味でも安全性を担保しながら有効性を獲得していくと、そういうことが必要だろうということで、今回、この薬事法の中に条件期限付きの承認の仕組みを導入したということでございます。高橋静子君。ちょっと答えにはなってないんですよね。結局諸外国でもやってないことを日本はやる。だから日本にアメリカの企業も来て進めたいという、それで、さっきの成長戦略になっていくわけですよね。でもそれでいいんですかと。確かに難しい、不均一です。でもそれを他の国はやってるわけじゃないですか。 EU も規制をしている。そういう中で日本だけがそこまで進むんですかということを指摘をしているんです。再生細胞医療に関する臨床研究から実用化への切れ目ない移行を可能とする制度的枠組みについてって、これは平成23年の3月に検討会の報告出てますけれども、その中でもね、やっぱり独立した
他の薬事法の枠内とは独立した新たなカテゴリーを創設して、第1層臨床試験において数例で安全性確認ができたら速やかに製造販売承認を行うべきだというふうな意見があったって書いてるんですよね。だからさっきその90日なのかとか何ヶ月なのかって議論がありましたけれども、数例でいいんだよと、それはもともと少ないんだから仕方ないんだよっていう、まあ、そう単純な話ではないでしょってことを重ねて言っているんですけど、何かそれにそうじゃないんやっていうお答えがありますか。田村厚生労働大臣。今回ですね、薬事法の中で期限付き条件付きで承認するということに関して、確かに先ほど来もいろいろとご質問いただいている中において、その有効性というものはですね、なかなか長期的な評価において、確認するということは非常に難しい。それは特性上製品の均一性というものがですね、なかなか担保できないわけであります。しかし一方で安全性に関しては、これはちゃんと確認をした上でですね、その上で条件付き期限付きの承認をするということでございますから、この安全性というものに関してはやはり我々はしっかり確認をしていかなければならないというスキームの中で今般の法律を出させていただいているということであります。高橋千鶴子君。これもですから数例でいいんですかっていうのに対して答えてないんですよね。で、それこそ欧米の中で、あ、なるほどなと思ったんですけど、病院の中でね、自己完結の治療の場合は、ホスピタルエクゼンプションということで、薬事法とは切り離した規定になっているので、それを一番分かりやすいなって思ったんです。で、だからそういうふうに切り分けていけば、きちんとね、短くしてももう市場に出すしかないんだというふうな議論にはならないので、やっぱりそこは薬事法の世界はきちんと他の薬事と同じ、そして病院の現場ではちゃんとやるというふうに整理をしていけばいいだけの話ではないかということを指摘をしていきたいと思います。それでもう一つ、細胞加工 の外部委託についてなんですけれど、これもやっぱり産業界からの期待もあると思うんですが、これについての安全確保はどのように担保するのでしょうか。田村厚生労働大臣。因数例と言われましたけれども、その疾病に応じてですね、数十例のものもあるわけでございまして、すべてが数例というわけではないということはご理解いただいているというふうに思います。今のお話の方は安全性確保の話であったというふうに思うわけでありますけれども、細胞バイオ加工に関しまして、これどうやって安全性を確保するんだと、その上で外部委託をするのかというお話であったというふうに思います。もちろんですね、今まで医療機関の中で、専門的な技術を持った方、また、いろんな意味で、専門的な安全性の知識のある方々がやってきたわけであります。これを外部、民間に委託するわけでありますから、そこはですね、施設基準等々をしっかりと厳格なものをクリアしていただかなければならないわけでございまして、そのようなところでしっかり安全性を担保しながら、一方で、これはどうも不適切だな、基準を満たさなくなったなという場合には許可を取り消すということをしてまいる中において、安全性を確保していきたい、このように考えております。高橋静子君。施設基準、再生医療提供基準を作成することになっているわけですけれども、それの中身についてね、やっぱり今からさっきから言っている有効性についてってことが書かれてないんですよね。で、人間指針においてはやはり基本原則の中に、適切な実験により得られた科学的知見に基づき安全性及び有効性が予測されるものに限るってことが書かれていて、まさかその今の指針を下回るってことはないですよね、確認ね。原一成局長。今の安全確保法の方の話だと思いますけれども、提供基準について現在の指針等を参考にしながら決めてまいりますので、現在の安全基準を下回るということはないと考えております。高橋千鶴子君。
安全基準という言い方に変えてしまっているのがちょっと違うんですよね。そこはなんか私があえて2つのことを指針に書いてるじゃないのって言ってるのに安全基準安全基準って言い換えてるということをあえて指摘をしない、まさかでも下回らないって言ってるんですから、まあ、ここは確認していきたいと思います。やっぱり成果を焦ってね、安全性有効性確認のプロセスを省略してはならないということをもう重ねて言いたいと思うんですね。先端を走る研究者や学会などが繰り返し発言しているのはやっぱり国民の過度の期待ということであります。でこの過度の期待がありすぎ一度の失敗がもうせっかく積み上げてきた成果を台無しにしてはならないという立場であるからこそ言っているわけであって、何もかもダメだと言っているわけではないんですよね。でさっき大臣が言った倫理の問題も山中教授自身が言っています。発表した1週間後にネイチャーに書いています。たった一人でも子供を産めるのよと、ね、そういうこの世界に本当に踏み込むことがどうなのかということを何度も問われていて、まだまだ課題が多い問題ですので引き続き議論していきたいと思います。ありがとうございました。